ちは、お料理くまチャンネルです。今日は豚肉と高菜の和風パスタを作ります。少しピリ辛のお醤油味で仕上げていきます。それでは今日も楽しくお料理しましょう。パスタを茹でるお湯に塩を入れておいてください。沸騰したらパスタを入れます。時々かき混ぜてください。ニンニクはみじん切り、小ネギは小口切り、豚バラ肉は食べやすい大きさにカット、高菜は大さじ1杯用意します。弱火でフライパンにオリーブオイル大さじ2、みじん切りにしたニンニクと輪切り唐辛子7個くらいを香りが出るまで炒めます。中火にして豚バラ肉を炒めていきます。お肉に火が通ったらパスタの茹で汁をお玉1杯、醤油、白だしを1周ずつ回しかけます。次に塩コショウ少々、煮砂糖、ブイヨンをそれぞれ小さじ2分の1杯で味をつけます。高菜大さじ1杯を加え、ソースの完成です。今日のポイントです。醤油と白だしを入れるので塩は控えめにします。煮詰めすぎるとしょっぱくなるので注意してください。茹で上がったパスタをソースに絡めて、パスタにソースの味を染み込ませます。お皿に盛り付けて小ネギを振って完成です。味なので、イタリアンが苦手な方にもおすすめです。ぜひレパートリーに入れてみてください。